アズーリモーニング水曜日始まります。始まってまいりましたね、アズリモーニング第1水曜日のね12月ということなので張り切ってやってまいりましょう。ぬるっと始まりましたどちらかというとね、ちょっと姉崎くんのぬるぬるトークから始まったわけですけれども、はい、今日は、ね、あの長尺の話はねないんで、そうですね、よかったです、安心しました、はい、ということでね、私たち今回もマスクをつけていないわけなんですけれども、はい、こちらですね、室内にトレイルフレッシュといってオゾン発生器具がありますので、あとしっかりですね消毒もしてあって、こちらパネルもありますのでご安心ください。はい、ということで今流れてますこの曲がですね、はい、アズリ FM の、新テーマソング慣れるものになれ、うん、ということでございまして、はい、この曲がですね、うん、今までのテーマソングのスタートアップ、こちらのエンディング曲のとばりに続いてトリゴヤアズリ FM の高橋代表が作詞を手掛けたということで、はい、はい、歌詞が、関西で活躍するマルチインガルシンガーシオンさんが、楽曲の提供を歌の歌われてますね。この曲が完成したということで、はい、はい、シオンさんがですね、エレファントカシマシ、ケツメイシ、ファンモンなんかも手掛ける音楽プロデューサーの、柳マンさん、こちらの楽曲提供も受けたっていうアーティストの方だそうでね、すごく、うん、はい、実力派のシンガーということですけれども、はい、はい、ね、やってますけれども、うん、はいはい、で今回なんですけれども、このアズーリモーニングの目標といいますか、はい、その目的っていうのをちょっと説明していただいてもよろしいですか。トリゴヤアズーリ FM はですね、見て聞いて参加する番組、うん、日本一尖った放送局を目指しております、はい、こちら台東区の地域活性のお手伝いになればということで活動しております、うん、ということで、はい、こちらの実際にあの、はい、番組応援の会とかもね、はい、そうですね、はい、ありますよね。こちらですね、まず一つ目、はい、まず一つ目、番組応援の会会員募集ということで、特典がですね、生放送の見学、こちら抽選となっております、うん、それから応援する番組 MC とのイベント、生放送中のテレビ電話、こちらも抽選となっております。はい、はい、そしてこちらですね、トリゴヤアズリ FM はインターネット型テレビラジオです。見て聞いて参加できる放送局です、はい、メールアドレスの方がazpan@azurink.com、azpan@azurink.com、 件名に番組名をご記入の上メールをお願いいたします。会費が1年間で1万円ということで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、でこちら最後ですかね、うん、その他こちらですね、番組へのご質問こちらまでということで、ツイッターのアカウントになっております@azpanfm@azpanfm、 こちらのアカウントにご質問の方、はい、お願いいたします。ぜひぜひね、あの今でもコメントしても構いませんので、はい、ちょっと私たちへのコメントお待ちしております、はい、お願いいたします、はい、でこちら実際に鳥越アズリ FM の PV ができたそうなので、はい、はい、ぜひぜひご覧ください。ご覧ください、どうぞ。し続けてきた、きっとの言葉だけを友達にして、周りの大人は誰も、周りの友達も誰も、慣れぬものの敵はもうたくさん。評論家なんていらない、私は私の可能性を握りしめるから、私が決めるから。
はい、ご覧いただきましたね。ですごくなんかシンプルではあったんですけれども、はい、分かりやすくてね、またおしゃれだったところがはい、いいなと思いました。そうですね、ハリさんもね、はい、映ってましたよね。いやいや、そうですね、姉崎さんも映ってましたけど、はい、なんかローソンの店員さんみたいな服で映ってましたよねいやまあ私ローソンよく行ってたので、はい、多分その影響で青くなっちゃったのかなっていう。ちょっと寄っちゃったってことですね。あ、寄っちゃいました、寄っちゃいました。私すぐ受けちゃうんで、はい、1週間ぐらい残っちゃうんで。影響されちゃって。そうです、そうです、そういう感じなんですよ、はいまあ、そこは置いといてですね、はい、はい、改めましてね、始まってまいりましたね、はい、アズーリモーニング。そうですね、もう12月ですよ。そうですね、はい、もうびっくりしちゃいますね。でね、一気に冬になりましたよ ね、はい、で12月の始まりでね、こういった雨といいますか曇りなんですけど、今そうですね、澄み渡る青空っていう感じで、ね、ではなかったですね、はい、曇り空にはなってしまったんですけれども、はい、私たちでね、とんがっていって ね、はい、そうですね、浅草晴れたらいいなと思っていいかなと思いますけれども。そうですね、はい、でね、改めまして今回も MC を担当させていただきます、女優を頑張っております天満晴人、姉崎貴人です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。さあ、ではね、今回もね、張り切って頑張っていきましょうか。そうですね、このちょっと寒空をね吹き飛ばす勢いでそうですね、もうちょっと吹き飛ばすような声でやってもらってもいいですか、じゃあそうですね、ちょっと発言とこの声色が合ってないっていう、ね、そうですねもうちょっとじゃあ大きい声で喋ってもらってもいいですかね。元気よくいきましょうではやってまいりましょう。いきましょうではまずね、お天気予報ですね。お天気ですかね、よろしくお願いいたします急にかぶせてくるじゃないですかちょっと私を消さないでくださいね、はい、ちょっと加減がね、ちょっとちょっとね、線がバカになっちゃってますね調整するのが大変ですが、はい、やっていきましょう。元気よくいきます。ではね、今日の1日からですね、はい、水曜日雨、昼前から晴れ、ところにより晴れ、はい、朝まで雷を伴い激しく降ると書いてありますね、はい、素晴らしく長い文でしたが、ね、日中の最高気温が19度とやや低めになっておりますね、まあ、でもね、結構あったかい方なんじゃないですか。日が出てくるってことですよね、これ、うんうん、でもね、ちょっと風の、ねね、向きによっては寒かったりもすると思うので、うん、しっかりとね、暖かい格好をして傘、はい、大きめの傘でね、ガードしていきましょう。そうですね、もう来るとき、はい、足びしょびしょでしたよ。そうですね、ね、はい、傘の意味あるのかっていうぐらいのね、はい、今も今も靴下びしょ濡れですからね本当にそうでは、もう、はい、もう雨の時あるあるですよね、うん、しょうがないですけど、はい、頑張っていきましょう、はい、ではね、明日ですね、2日からやってまいりましょう、はい、木曜日晴れの、後に曇りですね、はい、後曇りとなっております。あさって3日金曜日ですね、晴れ後晴れ、あ、曇り後晴れですね。結構晴れの後の曇りだったりとか、ね、うん、曇りの時後の晴れがなんか多いです ね、 ですね、どっちかしかないんですかね。今日はちょっと天気悪いですけど、そうです、ね、明日以降はまあ晴れ間が見えてくるっていう感じで、はい、はい、で土曜日が晴れ時々曇り、はい、日曜日が晴れ時々曇り、月曜日曇り時々晴れ、はい、で火曜日が曇りとなっておりますね。まあ、そうですね、1週間はないですね、うん、1週間ちょっとパッとしない天気は続くかなっていう感じですけれども。そうですね、はい、で最低がもう5度、4度から7度で、いや、最高がね、もう一気に寒くなってます、はい、すごいですね、はい、最高が、13度から19度の間となっております、はい、まあ、比較的ね、最低も最高もどちらも寒いということなので。そうですね、寒暖差も結構大きいですからね、はい、ちょっと体調の方を気をつけていただいて、うん、はい、最低の気温はすべてね、冷蔵庫の温度と一緒ぐらいの低さなので本当気をつけてください冷蔵庫で例えなくても、はい、多分伝わりますけどね寒さ。そうですか、ちょっと分かりやすくしたいなと思って、はい、 あ、 はい、ありがとうございますいえいえ、とんでもございません、はい、むしろ逆なんじゃない、逆効果だと思いますけどね。いやいやいや、ほら、身近に感じれるものって言ったら冷蔵庫かなと思ったので、ね、なるほど、お気遣いをはい、ではまあね、張り切って違うことをやっていきましょう、はい、交通情報ですかね、お願いいたします、はい、お願いします。はい、こちらですかね。今日はちょっと天気も悪いですからね、うん、情報が高速道路はないみたいですね、はい、高速道路の方は渋滞は特にないということで、一般道ですね、うん、中央通り、浅草通り、都道452号線、都道463号線、台東区東上野4丁目付近から621メートル約3分の混雑。さあ、外もねちょっと今サイレン鳴ってますけど、騒がしい感じですね、はい、はい、続きまして、春日通り、都道453号線、こちら台東区上野2丁目付近から201メートル約1分の混雑、琴台通り、都道319号線、台東区、谷中
谷中、一丁目付近から、はい、こちら257メートル約1分の混雑、うん、台東区上の、桜木一丁目付近から473メートル約2分の混雑ということですね、はい、さあこれ下はありますかね、最後ですかね、はい、はいはい、ということなので一般道ですね、通勤通学の方お気をつけください、うん、そうですね、はい、じゃあ続いてですね、鉄道の運行状況を見てまいりましょう、はい、お願いします。すごい遅延がこれは春日さん仕事がいっぱいです。ですね、一緒に読んでもらっても大丈夫でしょうか。あ、じゃあ、はい、京浜東北線、ね、京浜東北根岸線、こちらがですね、宇都宮線内で発生した倒木の影響、あ、雨ですね、やっぱり宇都宮線が結構影響が多いんですね、はい、雨の影響でやっぱ倒木、こちらの影響で列車遅延がございます、湘南新宿ライン、東海道本線、東京厚見間、熱海間が横須賀線ですね、はい、こちらの3線が、宇都宮線内で発生した倒木の影響で、はい、運転の遅延、運転状況の見合わせがございます、はい、横須賀線、こちらも、列車遅延、北鎌倉から鎌倉駅間での線路内点検、こちらはまあ雨とはあまり関係ないのかな、でも雨の日でやってしまうと ね、時間がかかってしまうのでね、はい、相模線、こちらは大雨の影響で一部列車に遅れや 運転見合わせ、こちらがございます、はい、中央総武線各駅が、東京メトロ東西線内での強風の影響、こちらで運転が、やはり強風だったんですね、はい、そうですね、はい、宇都宮線、こちら東京宇都宮間ですね、と高崎線、はい、うん、ビッグから、赤羽駅間で発生した倒木の影響、なるほど、はい、こちらで運転の見合わせがございます、はい、時は線快速品川から、こちらは常磐線ですかね、あ、常磐線、すみません、失礼いたしました、はい、こちら常磐線もそうですね、宇都宮線内での倒木の影響で、はい、やっぱ倒木が結構影響してるみたいですね、影響がすごいですね、うん、あと総武線もですね、はい、またこちら横須賀線内でのね、線路内点検のためで、遅延しているように見えますね、はい、はい、こちらも あと総武本線なんですけども、強風の影響でですね、一部列車に遅れが出ていますと書いておりますね。こちら内房線ですかね、と外房線、 こんな列車があるんですね。でこちらも強風の影響ですね、内外ですかね、これ、はい、の線路が強風 と現在も一部列車遅延しているということですね、はい、内房線ですね、はい。でこちら、鹿島線ですかね、鹿島線も強風の影響で運転を見合わせているということですね、はい、これは下の何ですかね、読めない、五歳線が4時52分ごろ長野原草津口駅で、はい、こちら何ですかね、車あ、車両点検ですかね、車両点検ですかね、確かに、まあ、朝4時52分からですね、の影響でちょっと遅延があると、遅延しているように見えますね、はい、でこちらも、上野東京ラインも宇都宮線での発生した倒木の影響で遅延していると見えています、はい、でこちら西武新宿線もですね、はい、7時半ごろに田無線ですかね、田無駅で、はい、旅客対応をしているため遅れている模様ですかね、はい、あとはですね、東急田園都市線ですね、田園都市線東急本線と東急空間線、はい、京急線ですね、はい、あと東急伊豆線、東急京急ですね、京急ですね、はい、はい、で大雨の影響でですね、現在も一部列車の遅延が見えますね、はい、結構多いですね、そうですね、はい、こちらも東京メトロ線だったり、はい、東京メトロ系が結構遅延しているんですかね、千代田線だったり、の電車ほとんどなんじゃないですか、これは。そうですね、はい、あとブルーラインと伊豆急行線はですね、はい、運転見合わせとなっているので、はい、こちらいつ発車するかわからないということになっております、はいはい、さあこれは電車を利用している方結構大変なことになっちゃってますから ね、時間に余裕を持って行動していただいて、はいはい、お気をつけください。山手線とかはね大丈夫そうではありますが、そうですね、特にはなさそうですけれども、はい、東京ね、まあ、こちらもどうなるか分かりませんからね、危ないですね、うん、はい、早めの行動がね、はい、大事ですね、余裕を持ってお願いいたします、お願いいたします、はい、はい、
ではですね、長い後にあるんですけれども、台東区ニュースをね、はい、今回やっていきたいと思います。はい、お願いいたします。こちらですね、まず一つ目、はい、育児不安解消プログラムですね、はい、Nobody's Perfect と書いてあります。はい、こちらですね、 Nobody's Perfect っていうのは完璧な人はいませんということでね、はい、完璧な親もいなければ完璧な子供もいないのです。はい、Nobody's Perfect とはカナダで生まれた子育て支援プログラムのこと、学びながら、親になっていくということでですね、まあね、一番最初に生まれた子といいますか、はいはい、そういうのってね、育て方がやっぱ分からなくて不安な方っているじゃないですか。まあそうですね、お互いこう分からないことだらけですからね。はい、それでね、やっぱ赤さんも分からないことだらけのまま生まれてきてますから、はい、そうですね。でやっぱりそういうのって不安になっていくとストレスも溜まっていって、はい、最終的に虐待につながっていく形にもなりかねないっていうのがね、あるので、そういったのをなくしていくっていう意味での Nobody's Perfect っていうのでね、はい、こちら対象者が区内在住で6ヶ月から 3歳11ヶ月のですね、はい、のお子さんがいる保護者または、養育者ですね、はい、で全6回3回可能な方のみとなっております。はい、でこちら6回なんですけれども、はい、日時が第1回、1月の20日からですね、はい、1月の27、はい、2月の3日、2月の10日、2月の17日、はい、2月の24日までとなっております。毎週ある感じですね。そうですね、こちら毎週6曜日、はい、木曜日、木曜日、はい、木曜日の午後1時半から3時半までという感じですね。じゃあ全6回参加可能な方ということで。そうですね、はい、だから木曜日を開けれる方のみ。そうですね、木曜日の1時半3時半ってなるとなかなか、うん、まあでも保育園行く時間と考えたらどうですかね、はい、いいとは思うんですけれども。でこちら の進行役の方がですね、 NPJ の認定の、ファシリテーターの方1名ですね、はい、あと定員が10名となっているので、はい、もしですね、抽選になる場合もあるので、はい、早めに申し込みしていただけたらありがたいです。はい、でこちらですね、受付が12月の10日金曜日から1月の7日金曜日までとなっているので、はい、お早めに申し込みください。はい、お願いいたします。でですね、もしもうちょっとふ詳しく知りたいなという方はですね、こちらの LINE でも見ることができます。はい、なので1月27日のね、項目をねチェックしていただきましたら、こちら一つしか11月27日のはなかったので、はい、すぐ見つけられるかなという感じですね。はい、はい、なのでこちらも見てみてください。はい、お願いいたします。お願いいたします。それだ、相談できる人がいるとね、やっぱ違いますからね。そうですね、はい、やっぱりこちら大きいと思いますね、うん、こういうとかね、ありがとうございます。周りを頼っていただいて、はい、はい、助け合っていきましょう。はい、お願いいたします。では続いてですね、もう一つなんですけども、はい、こちら障害学習センター基本対策徹底期間の対応について、はい、はい、こちらですね、障害学習センター基本対策徹底期間の対応についてですね、はい、障害学習センターでは基本的徹底対策期間の継続に伴い引き続き、はい、区間時間を、はい、9時から21時までとなって、はい、させていただいております。はい、そうですね、開館時間ですね。でこちらの1回窓口受付時間についてですね、はい、こちらも受付時間が9時から朝の9時から21時までとなっております。はい、1回受付までの使用料支払いは9時から20時までとなっているので、こちらも詳しく調べていただいてお気をつけください。お願いいたします。はいはい、というのがね、今回の台東区ニュースだったんですけれども、はいはい、やっぱりね、今の時間だとね、こういう学習センターなんか使ってね、運動とかしたりだったり、そうですね、いろいろすると思うんですけど、交流できたりもありますからね。はい、うん、でね、コロナの時間でね、やっぱコロナ期間でやっぱりこういうことは厳しくなっていくとは思うんですけれども、はい、まあね、改善していくことを願ってですね、はい、もうだいぶ規制の方も緩和されてきてますから、これからまた活動とかもしやすくなってくるんじゃないですかね。そうですね、うん、はい、でもね、もうコロナ対策をバッチリして ね、はい、そうですね、皆さんね、安全にこう積極的にね、いろいろ活動していければいいかなと思います。はい、はい、みんなで、ね、頑張っていきましょう ね、 そうですね、はい、ではね、続いてやってまいりましょうね。はい、こちらですね、局からのお知らせコーナーについて今からやっていこうと思います。はい、そこでですね、鳥越あずれ F マからのお知らせなんですけれども、はい、10月10日に開局1周年を記念してですね、あずれプロレス祭りを開催させていただきました。はい、はい、こちらですね、で総局からプロレス大会を主催することはおそらく初めての偉業だということでですね、はい、結構いろんなニュースに載ったそうで、はい、でまず一つ目なんですけども、こちらがビッグローブニュースですね、はい、で写真とかも掲載されてはいるんですけど、新木場の方でね、
やられていたということなんですけど、はい、いろんな10団体の団体の方がね、そうですね、こんないろんな団体のね、うん、方集まって一堂に会するなんてことはなかなか珍しいんじゃないですかね。そうですね、うん、で結構ね15時から始まってね、はい、もうたくさんの方がいらっしゃったと思うんですけれども ね、 いやそうですね、はい、こちらね高橋さんもねいらっしゃってね、はい、はい、いやまあもう見本当にお祭りっていう感じですよね、はい、いろんな方が集まっていただいて、でもね、はい、男性のプロレスラーだけではなく女性のねプロレスの方もねいらっしゃったみたいでね、15分を1本勝負っていうのでね、はい、すごい疲れますよね、ストイックですよね体力勝負だと思いますよこれは、はい、はい、いやこのドロップキックとかねしてる写真ありましたけど、いやもう私絶対それ背中折れちゃうなと思いますもん、自分がそうなったら胸で受けてるのにいや胸いってリングに当たって背中っていう、そう、そう胸で受けてなんか漫画みたいに背中にバーンって衝撃が突き抜けるみたいな、そういうあれかと思っちゃいましたけど、まあでもそれでも良かったかもしれないですね、良かったかもしれない、はい、でこちらはね、うん、男性の方のお写真ということでね、はい、いろいろこう、はい、当日のリング上の写真がいっぱい並んでますけど ね、 激アツですね、タックマッチとかね30分ますよ、30分一本勝負ってありますよ、はい、相当長いですね、ハードですよ、はあ、もう私だったら隅でずっとこうやってもうひっそりとしていたいですね、プロレスじゃないですそれもう誰も触ってくれないショーになってないですかガンだけ飛ばすような感じでなるかもしれないですねはい、はい、こちらですね、面白いですね、やっぱりいや本当にもうお祭りって感じで、いややっぱね、おしゃれですよね、パイプ椅子出てきますよね、プロレスといえば、うわパイプ椅子痛そういやいいな、普通はねああいうの投げるもんでもないですからね、はい、まあプロレスだったら普通なんじゃないですかあれはそうなんですか、ね、定番だと思いますけどね、ああいう黒ポン60分勝負ありますよ、いやーそれな一回僕は出てみたいですけどね、はい、プロレスやってみたいです、一回60分勝負でコテンパンにされてきてもらってもいいですか、60分やられっぱなしは見てる方も辛そうですけどね、はい、いや私は全然見ますよ、はい、いや苦しいですよ、姉崎くんがボコボコにされてるところすごい見ますよ、私は3分だったら楽しいかもしれないですけどねその弱者がいたぶられてる様子もこんな黒パン履いたマッチョにこんなねひょろひょろの人間が、いや3分が60分やられてるって結構厳しい絵面ですけどねいや何か食べてないとやってらんないかもしれないですね、まあハイボール必要ですよね、いや私はカップラーメンで大丈夫です、はい、そう結構厳しそうですけど、まあすごいお祭り騒ぎっていう感じでね、女子プロレスマガジンにもね掲載されていましてですね、はい、はい、いろんなものも書いてるんですけれども、はい、多分ですねビッグローブニュースと女子プロレスマガジンでは書いていることが違うのかな、あと写真も違うので、はい、はい、こちらもね楽しんで見ていただけるんじゃないかなと、ね、ぜひご覧いただいて、うん、はい、お願いいたします、はい、ということなのでね、はい、はい、すごく盛り上がっていきましたよね、そうですね、まあ写真もいっぱいありますけど、うん、おしゃれですね、はい、でね、うん、こちらなんですけども、はい、本大会の DVD がね発売されていまして、はい、ちょうどですね11月30日昨日ですかね、はい、昨日から発売されているということで、はい、特典としては選手のインタビューなど大会に来た方も来られなかった方も楽しめるというようなね、はい、内容になっているということで、素晴らしいですね、はい、はい、でねその DVD の先行映像があるそうなので、はい、ちょっとねぜひご覧いただけるということで、そうですね、はい、ではどうぞ、
さあ、ということで、ね、ですね、ご覧いただきましたけど、やっぱ迫力半端ないですよね、はい、いや怖かったですね。で、あのちょっとちらっと見えたんですけれども、はい、あの某有名あのプロレスラーからも、はい、あのビデオインタビューみたいなのも、はい、あのついているそうなので、はい、こちらもねちょっと目が離せないところではありますね。いや、ぜひご覧いただきたいですね。はい、全部痛そう、もう痛い、いや、僕あの筋肉マンね読んでたんで、あ、私も見てました。やっぱねちょっといいなっていう気持ちも、やっぱ男の子心ですかねこれは、はい、やってみたいなっていう気持ちもちょっとやっぱ湧いてきますよね。いやでもね、あの血とか出ちゃったらもうちょっと途中から私笑えなくなっちゃうかもしれないですね、まあ、だから流血デスマッチみたいなのもありますからねだからありますよねそれはそれでやっぱショーとしてね本当に迫力ありますし、やっぱねちょっと男の子的にはうわかっこいいなっていう気持ちはやっぱあります。これはもしかしたらあの男の芸術っていうものかもしれないですね。いや、そうですよ、あると思いますよ、はい、ある意味ね。いや本当にありますよ、これロマンですからねこういうのは。確かに面白いですね、あれ、はい、ちょっと見ただけで心臓バクバクです私。筋肉マンのなんかコスチュームとか着て参加できないかな。あ、じゃあもうあのクリスマスぜひあの一人でやってみてください。一人で、はい、一人プロレスですか楽しみに待ってます、ね、よくわからないですけど、ね、あの動画送ってくださいね、私見てるんで。わかりました、はい、ちょっとじゃあもしやる機会があれば、あの、はい、来月のねアズーリでちょっと映像流してもらいます。そうですね、あの迷惑でなければね、それ確約していただけるんだったらもう一人でもやりますけどね。いや、そうですね、じゃあ、はい、あのぜひやってください、お願いいたしますということですね、はい、投げ出されちゃいましたけどねこちらですね、はい、あの本当に盛り上がったそうで、はい、こちらの東京新聞の方にもですね、はい、記事に載っておりましてですね、はい、高橋代表の思いが少しだけですが、あの記事であのご覧いただけるようになります、はい、ぜひこちらもご覧いただいてお願いいたします、はい、こちらちょうどあれですね、井筒監督とあの、はい、お話ししている写真ですね、ありますが、聞いた話だとあの、うん、先ほどのイベントもね井筒監督がいらっしゃお見えになったっていう風に話聞いてますけども、相当あの、ね、仲がいい感じで、もしかしたら井筒監督が黒パン一枚でねリングに上がってたっていうこともあ、まあ、すごい私的にすると絶対ないだろうなとは思いますけども、はい、まあ真相は DVD をねお買い上げいただいてっていうことで、ぜひあの姉崎くんあの買ってください、はい楽しみですね、はい、あんまりいい加減なことを言うとねちょっと後が怖いので、はい、そうですね、私もあの姉崎くんに対して尖っていきますのでね、わかりました、はい、ご了承くださいいやね、あのこちらもし気になる、当たりが厳しいですけれどもあれ、そういう感じですよ、平田さんも同じなのでね、はい、大丈夫です、負けずに頑張りたいと思います。頑張っていきましょう。はい。わかりました。はい。でですね、はい、あの続いてのお知らせなんですけれども、ね、第1、第2、第3、の月曜日、はい、11時より放送の羽生田忠勝さんの基本的には野球の話。こちらメイン MC である元プロ野球選手羽生田さんのイベント企画がございます。こちらですね。はい。はい、さあ、元西武ライオンズ羽生田忠勝の一級入魂野球塾ということで、うん、西武 V9 を支えた伝説の強肩羽生田忠勝があなたのチームに伺いますと、はい、はい、こちらはですね、元西武の、まず守備だったりダイソーだったりでね主に活躍されていた選手なんですけれども、はい、こちらの野球教室がやってくださるということで、うん、はい、でプロはアマ草野球少年野球問わずに元プロ野球選手の羽生田さんが、プロの知識と経験を惜しみなく公開する企画となっておりますということで、すごいですね、はい、スイングスローイング走塁が変わります、他のチームと差をつけたい、選手のモチベーションを上げたい、バッティングの基礎を固めたい、本気で甲子園を目指したいなどということで、出張費が2時間5万円ということですね、うん、こちらやっぱプロの選手にね直接指導していただく機会なんていうのはもうなかなかないですからね。そうですね、うん、でまたあの一緒にあの最後にですねあの、はい、お写真撮っていただけるそうなので、はい、こちらもねあのちゃんと思い出になると言いますか、そうですね、形に残るようなものになると思うので、はい、濃厚な一日になるんではないかなと私は思いますね、うん、思いますね、ぜひ。で、あの時間のスケジュールを見ますと10時、はい、朝の10時から、昼の12時ぐらいまでですね、はい、になっているので、はい、朝からねすっきりした気持ちでね過ごせるんじゃないかなっていう、2時間みっちりと練習付き合っていただいて、うん、こういろいろね指導していただけるということなので、ぜひ、お申し込みください。お問い合わせの方はですね、はい、鳥越アズリエフェンも、はい、トリガーアズリエフェムまでご連絡ください、電話番号が 03-5829-4814、うん、03-5829-4814 ということでご連絡をお待ちしております、はい、ぜひチェックしてみてください、はいはい、こちらで局からのお知らせ以上ですかね、はい、はい、ありが
がとうございます。ではですね、続いて協賛店とスポンサーのご紹介やってやまいりましょう。はい、お願いいたします。でまず一つ目ですね、はい、ロジカさんでございます。こちらスパニッシュ、イタリアンとなっております。はい、ワインとねパエリアが結構推していらっしゃるそうで、19時半までね、半額ということでね。そうそうなんですよ、うん、おしゃれですよね。はい、ワイン飲みますか？ワインはあんまり飲まないですけど、でも半額ですからね、普段の倍飲めちゃうっていうことで、なのでね、ちょっと挑戦してみるっていう意味でも、はい、19時半までにねお越しいただいたら、うん、いろんなワインをね、試しっていう意味でもいろいろね試せますからね。うん、はい、でね、すごいコース料理なんかもね幅広くたくさんあるので、はい、来ていただきましたらいろんなコースちょっとゆっくり ね見られるんではないかなという。お確かめください。うん、はい、スパークリングワインなんていう種類もあるんですね。私ちょっと知らなかったんですけど、いろいろありますけどもね。はい、飲み放題のメニューもあるっていうことなので、ね、本当にこういろんな用途でね長く楽しめるお店になっているかなと思います。本当ですね。こうやって大事な時だったりとかね、特別な日に、はい、ね、大切なひとときをね、うん、誰かと過ごせたらいいのではないかなっていうものではいいですね。で今ねちらっと見えましたけど、ご予約がね、うん、2名様からっていうことでね、はい、僕はちょっと一人で行くこと多いんでなかなか。そうです ね私たち一、はい、人民族としてはちょっとなかなか行きづらいところでありますけども、そうです、ね、我々2人で出かけることはないですからね。そうですね。でもですねあれですよ、はい、これランチメニューだったりもあるので、はい、別に一人でもコースを頼まなければいいんですよ。まあですね、はい、楽しめるとは思いますのでね、うん、ぜひお越しください。はい、お願いします。では続いてやってまいりましょう。はい、お願いいたします。こちらリボーンさんですね。ました、はい、おしゃれな革を使ったね、はい、お店となっております。こちらもね携帯ケース、はい、すごいおしゃれなんですよ。あ、スマホのカバーとかそういうことですか？はい、まあ、ね、汚れても、はい、革製ってなんかもう味が出るので、ね、うん、はい、よく地面に落としてしまう私からすると、はい、落としすぎて逆にすごいいい味になるんじゃないかなっていう想像が。ダメージデニム的な発想ですか？あ、そうですそうです。ダメージ側みたいな感じでですね。はい。あなたきっと落とさないですか？いや落としますよ。あ、じゃあいいじゃないですか、はい、これだから本当に、まあ、ダメージデニム方式が適用されるんですかねこちらも。まあまあね、はい、お財布とかでもいいんじゃないですかね、うん、そうですね。このホームページを見た感じだとすごいいろんな革製品こう、うん、ございまして黄色金色だったりね、はいはい、財布でしたり、まあ、スマホケースもそうですし、うん、キーケースもありましたかね。そうですね、あと、はい、バッグとかもあるんですよ実は、はい、小さな女性用のバッグだったりとか、ありとあらゆる革製品が、ね、うん、ございますけれども、どこまで革製品していただけるんだろうって思った方はですね、革製品していただけるっていう動詞なんですねどこまでですね、はい、革の製品を使って、はい、ね、ものにしていただけるのかって気になった方はですね、うん、はい、こちらのホームページありますので、はい、リボーンで検索していただきましたら、はい、コンタクトでメッセージお願いします。はい、お願いいたします。こういうのを一つ持つとねこう背伸びする感じというかこう背筋が伸びますからね。そうですね、うん、もう本当いい機会だと思うのでね、はい、ぜひお願いいたします。はい、では続いてやってまいりましょう。こちら居酒屋リンさんですね。はい、こちらも朝からといいますか11時半ぐらいからかな、はい、やっているので、はい、でね食べログでもいろんなものとかあったりですね。そうなんですね。コンセプトはね、うん、お客様の笑顔があふれるお店になりますようにというね、はい、まあね、うん、誰も笑ってない居酒屋はちょっと嫌ですからねどんよりしちゃいますからね気分。いやもうメニューだけで私はニヤニヤしちゃうんで、もうそこから笑顔にできてるとは私は思いますよ。でね、もう料理も豊富なんですけど、はい、お酒も豊富っていうね。いや最高ですね、うん、お酒ない居酒屋って何なんだって話ですからね。そうですよね、よく見たら日本酒しかないじゃないみたいなのとかたまにあったんですけど私悪くないですけどね。いやちょっと日本酒だけだとなっていうのはちょっと私からすると、まあ、やっぱりこういろんな種類あるとねその分楽しめますから、うん、カクテル派の私からしたらやっぱりねちょっと女の子ですからやっぱ甘いお酒がね、はい、大好きですね、うん、はい、すごい料理もね美味しそうな料理いっぱいありますよ。牛肉のたたきだったり ね美味しそうですね。うわ美味しそうだな、さっき唐揚げとかもあったけどね、うん、結構やっぱお肉がメインなんですかね、うん、はい、そうですね、うん、なんでちょっとお肉大好きなので行ってみたいですね、うん、最高ですねやっぱり、うん、なのでね、はい、もうぜひこういうのあったら機会があったら、ね、ぜひ行ってもらいたいですね。なんか珍しい料理とかもねありますね、うん、フィリピン料理なんかも置いてあるっていうことで、なのでちょっとピリ辛系も多いっていうことなので、うん、あ、もうお酒のつまみにはちょうどいいですね、はい、本当ですね、うん、お酒を飲みながらちょっとぜひね、はい、ぜひしなんでいただいて、はい
お願いします。制限もだいぶ緩和されてきましたからね、うん、これから外で飲むのも楽しくなりますよ。そうですね、うん、では続いてやってまいりましょう。こちらですね、串焼き居酒屋の紅屋さん、こちらもですね、素敵ですよ、はい、うん、おしゃれでね、炙り銀杏だったりお刺身、お魚、焼き魚ですね、と揚げたフライとかもですね、うん、たくさんあるので、はい、本当に幅広くお魚に関してね楽しめるような居酒屋さんとなっております、はい、そうですね、本当にオールドスタイルのこう赤ちょうちんの ね、うん、ね、唐揚げもあったし、うん、はい、でね、詳しくもっと何があるのかって気になる方はですね、はい、こちら03-6806-0721 03-6806-0721 までお電話ください、はい、ご連絡お願いいたします、はい、じゃあ新御徒町駅でございます、はいはい、では続いてやってまいりましょう。こちらですね、パロくんですよ。パロくん出ました、巻き舌が出ましたよ。パロくん、パロくん、パロくん随分と柄が悪い、ね、ちょっとスパニッシュ系になっちゃったパロ君で出てきたんですけれども、こちら実際タテゴトアザルシということでですね、はい、全然スペインと関係ないということで、はい、はい、すごい可愛らしいね、作りになっているんですけれども、う、ね、はい、うん、これはね、毎月言ってますけどね、いつになったら来るのかっていう話をね、私たちのね、お手元にね、はい、来てね、触れたいですけれどもね、はい、なかなかそういうことができないというね、10万回のなでテストに、はい、を受けたこのね、うん、もう強靭なムキムキのパロ君が皆様のお手元に慣れてる方がムキムキになったわけであって、パロ君自体は全然ムキムキではないというね、はい、そうなんですか、その10万回の耐久テストをクリアした屈強な選手たちっていうことではないんですか。まあ、そうですね、毛の方が強くなった感じではありますかね、はい、なるほど、はい、もうよりすぐりのこう精鋭たちが皆様のね、うん、お手元に届くっていうことで、そうですね、一つ一つまた違うね、はい、パロ君がね現れると思うので、ぜひ、ね、手作りなんですよね、はい、一つ一つ顔をね、なかなか、はい、手作りなだけあって、こう表情とかもね、うん、一体一体こう微妙に違うっていうことで、はい、やっぱオリジナリティというかね、そういう個性も楽しんでいただけると、うん、10万回のなでテストですよ、うん、めちゃめちゃ言いますね、人間で言ったらもうどんな強靭な戦士は、いやまあいいんじゃないですかね、ビスケットオリバーみたいな、あ、わかんないですよ、多分慣れてたら多分そのうちハゲてくるんだと思うんですけど、はい、私たちが撫で続けられたら、はい、それにね、パロ君は耐えれるということなので、一生ハゲないパロ君ですね、ビスケットオリバーもね、はい、ハゲてるって言えばハゲてる、ちょっとよくわからないので次やってまいりましょう。たまによくわかんないこと言うんですよね、いや、ちょっとびっくりしちゃうね、これをお聞きのバキファンの皆さんはね、伝わってると思いますけどね。ちょくちょくアニメ出してくるな、ちょくちょく出してくるな、いやバキは根強いファンいますからね、まあそうですね、海外にもいらっしゃるんですけれども、はい、続いてね、そろそろやってまいりましょうね。失礼いたしました。はい、こちら株式会社ブレスさんの紹介をさせていただきたいと思います、はい、お願いいたします。こちらですね、ビル、マンション、共用部を主とした、ね、はい、電気工事会社でございます、はい、こちらの BS アンテナの新規設置交換や LED 照明の新規設置など交換もしておりますと、はい、基本的にですね、電気工事はすべて対応可能となっております、はい、で浅草橋に、ね、あるんですけれども、はい、工事範囲がですね、1都6県、都内、神奈川、埼玉、千葉、茨城、はい、群馬、栃木となっております。関東でしたらほぼ全域に広がってる感じです ね、 はい、車で行くと結構な距離ありますけどね、全部 ね、はい、うん、それにもね、臨機応変に対応していただけるんですね、ありがとうございます、はい、でこちらさらに詳しく掘り下げていきましょう、はい、お願いいたします。はい、こちらですね、急な停電だったりとかもね、はい、仮設置していただけるそうなので、はい、あとインターホンとかもね、設置すぐしていただけるみたいな、はい、もう本当に電気に関しては何でもござれって感じですね。そうですね、うん、なんでね、こちらの前ホームページも見たんですけれども、はい、実際にスポーツジムとかだったり、はい、温泉だったりとかも作品コスト制限してくださるといいますか、はい、コスト削減してくださるの で、うん、そうですね、本当に、ねまあ、商業施設だったりそういうこう、うん、大型のね施設だったら特にこのランニングコストの ね、 かかってしまうんですけどね、削減になりますので、はい、うん、すごい便利なところではありますが、うん、ぜひお願いいたします、はい、BS アンテナの工事も対応可能ってすごいですよね。いやすごいですね、本当に電気危ないのに電波全部やってくれるんですね、うん、でこちらですね、はい、実は鳥越あずり FM の電気工事もですね、はい、全てこちらの株式会社のブレスさんがね、はい、お願いしているそうで、はい、していただいているということなのでね、もう頭が上がりません、はい、本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます、開局いたしました、はい、ありがとうございます、はい、
でですね、こちらさらにですね、高圧電気の点検や工事もやっているということなので、はい、今の点検業者さんの価格を見直したいと思ったらブレスさんに電話をお願いいたします。はい、ぜひお願いいたします。こちらですね、ファックスから先にやってもいいですか。はい、はい、こちらファックスが0358294979、0358294979、はい、お電話番号が0358294978、0358294978となっております。一番違いですのでね、はい、お気をつけください。はい、はい、こちらね、お願いいたします。はい、もうねすごいですね、いろんな点検可能となっているので ね、 ぜひ何でもね電気のことに関してはご連絡ください。はい、見ていただけるということでお願いいたします。はい、ではね、こちらね、今後ともあのブレスさんよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。ありがとうございます。ということで、はい、ではですね、ちょっと映画ですかね、はい、ブライの映画の予告編を今回も見てまいりましょう。ではどうぞ。おい、おい、来る、おら、逃げろ、おら、じゃんけんしようか。組長が一人で行っちゃいました。よろしく頼むの。よろしくお頼み申します。伊藤正治、今後も任侠道に邁進しますのでよろしく。よるべなき者たちのもう一つの昭和史。姉さん、まな板使ったよ。季節のない町に生まれ、ヤクザやりきねえとできねえぞ。風のない丘に育ち、家を出て、愛のない、このダイハードって来月公開するんだぞ。店主の野郎閉めていきますよ。人のために良かれと思い、西から東へ。市民グループがまたピーチクパーチク。泥棒はしない、釣りはやらない、人の女は取れないという伊藤組三原則をしっかりと守り抜きました。親分見てるか。今日で全てが終わる、今日で全てが変わる、ゴミアクターで結構でもね。欲望の時代を生き抜いたあぶれ者たち。これまでだな。本当に強い者同士は戦わないんですね。ブライ市会議員になると思います。で、助手席だ。指ないのにね。はい、ご覧いただきましたね。もう12月12日に公開されて、はい、もうすぐでもう1年経ちます ね、 こちら放送されてね、はい、すごい長いですけれども、はい、こちら上映館の方ってどうなってるんですかね。はい、もう終わってるんです、はい、あ、こちらまだ近日公開予定になっているんですね。はい、ずっと公開予定ですね。そうですね、フォーラム八戸、盛岡、山形、福島、こちらの 4館ですね。はい、近日公開予定ということで、はい、近日って言っても半年ぐらい経ってるような気はしますけど、あの近日って言ってもね、あの人によっちゃこれがまだ近日かもしれないので ね、 そうですね、はい、人の感覚というのは恐ろしいですね。すごく広い目で見たらやっぱね、はい、半年ってあっという間ですからね。心の広い人だったらこれはまだ近日なんでしょうね。はい、はい、ということで、でもまだ見たい、ね、早く見たいという方はですね、はい、ネット配信で見れるっていうことですけれども、うん、iTunes、YouTube、Amazon、光 TV、ビデオマーケット、ツタヤ TV、DMM、J コムオンデマンド、クランクインビデオ、ギャオスター、DTV、こちらでですね、ネット配信やっておりますので、はい、ぜひご覧ください。姉崎くんもね、ぜひ見てください、はい、ということですね。はい、こちらね、はい、6月の1日からもやっているのでね、はい、あ、ちょうどあの今日は12月の1日で H1 かぶりなので、うん、今日見るのがいいんじゃないですかね、はい、多分ベストだと思いますけども。わかりました。はい、ぜひ見てくださいね。あの、帰ったらすぐに見ます。はい、私はね。はい。でですね、もうあっという間にね、45分過ぎてしまったんですけれども、はい、もう外見ると結構ね、雨は止んで、今そうですね、まあ
ところどころこう日が見えたり隠れたりっていう感じではありますけれどもね、うん、もうねいろんな方見てるんですけれども、うん、もう傘はね差していないということなので、そうですね、うん、はい、あとは風を心配するぐらいですかね、はい、はい、強風ではあるとは思うのでそこをねまた気をつけていただいて、そうですね、気をつけていただいてお願いいたします、はい、ということで、はい、ね、もう12月ですよ、始まりましたね12月が、いや1年あっという間ですよ本当に、はい、それでですね、はい、もう12月始まってこの1日で水曜日がね、はい、あって嬉しかったです私、このいいスタートを切れたので12月の始まりを、はい、そうですね、もうね、先陣切ってやらせていただいたのですごく、はい、いや本当にありがとうございます、僕はねもう今月、うん、ここに来ることはおそらくないんだろうけどっていう、今月そうですね、私はあと1回チャンスがあるかな、はい、来週 ね、 そうなんですよね、はい、もうここでねこういう話するのもあれですけどやっぱり、はい、月末の方がね話すこといっぱいありますよ、いやそうですね今月こんなことあったよっていう ね話を、12月なんか特にこうイベントがあるじゃないですか、うん、クリスマスだったり、ね、まあ年明けでね、こう年越しとかね、はい、ありますから、クリスマスのご予定とかありますか？私私ですか、私はですね、はい、運動をしようかなと思っています、ね、なるほど、運動をする、はい、クリスマスの日に、はい、コスプレして、コスプレというか仮装して、はい、ボクサーサイズでもしようかなっていう感じではありますね、うん、下ネタ言ってんのかと思っちゃってちょっとどういうことですか？コスプレして運動、あ、はい、わかりました、ちょっと失言でした。なんなら今の言わなかった方が良かったかもしれないですね、はい、はい、本当に忘れてください、はい、やっぱりどこかね、うん、気が抜いて一回爆弾落としちゃうっていうのが、はい、この姉崎というものでございます。そうですね、ちょっと良くないところが出ましたね、はい、失礼いたしました、はい、何を言っているのかと思いました、はい、すみません、はい、まあでもね、クリスマスだったり年末ね、うん、だったりこういろいろありますけどもね、逆に予定はありますか？うん、ブライを見ることで精一杯ですね、まあ、はい、そうだと思います、まあ、それいいじゃないですか。いや私もねやっぱりねブライを見ておかないとなと思ってね、はい、まあ、ね、クリスマスにね、うん、ヤクザ映画を見るっていうのもなかなかおつなもんだとは思いますけどね、まあ、いい勉強にはなると思いますよ、はい、クリスマスとはあんまり関係ない気もしますけど、ね、聖夜の夜にクリスマスのね聖夜の夜にね聖夜の夜ってなんか頭痛が痛いみたいな感じしますけどねじゃあ頭痛薬飲みながら飲んで、そういう話じゃない、はい、違うんですか？聖夜の夜って夜重なっちゃってるでしょ両方重なっちゃったその訂正にボケ重ねられるという息苦しいですよでももうこれもね練習です、ね、いや何の練習ですか、ね、こんな感じ臨機応変にできる人にならないと、ほらブレスさんと一緒ですよ臨機応変にならなきゃダメですよ、ね、こんな感じでもう今年のラジオ終わりかと思ったらもう複雑な心境ですけど、いや私はまだチャンスあるんでね、いや、まあ、元はといえばあれですよ、姉崎くんが墓穴掘ったからいけないんだと思います、はい、爆弾をね、ここはまた別で考えてほしかったですよねなんでそこのミスとトントンで調査しなされるっていう法則はあんまり理解できないですけど、できなかったか、あーもう音楽が鳴ってしまいましたね、もうそろそろ終わってしまうんですけど、強制終了ですかまだなんか消化不良な感じしちゃいましたけど、ね、私はもうすっきりしました、はい、ありがとうございます、春日さんはいいかもしれないですけど、僕は今年これで最後の放送ですから、はいもうちょっとねふっかけて終わりたかったんですけど、まあそういう人生もありますよね、はい、来年に持ち越しっていうことで ね、 そうですね、来年頑張りましょう、はい、もうちょっと、ね、今ハイになっちゃって手しびれてきちゃってますから、ね、なんでだよふわふわしてきちゃって、はい、今回はね楽しい水曜日ありがとうございました本当ですよ、次を愛するのはね、はい、僕はまた来年ということですので、ぜひ皆さん、ね、はい、来年もよろしくお願いいたします、はい、今年もありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃあね改めまして、女優を頑張らせていただいております、はい、俳優の天満晴人、女優でね俳優ね、はい、女優と俳優どちらもやっております、はいはい、姉崎高人でお送りいたしました、はい、また来年お会いいたしましょう、ありがとうございます。